三首長の閣を包み、かつては、純粋の栽培が行われていた。石倉山から見た、坊住山三首町は、秋田県北西部に位置し、山本郡に属する町。白上市構想が破断となった後、山本郡古藤家町、山本町、八流町の山町による合併を表明し、新たに合併協議会を設置した。当初、二つ以上にも参加を呼びかけたが、 同町は古東家庁、山本町と教会を接してはいるものの、その教会は山間部で山町と二つ市町の中心部は離れていることから現実的でないとして断られた。二つ市町は野城市との合併と単独での存続の両面を模索したが、その後野城氏との合併を選択した。町名の三種は山町を流れる三種川に由来するものである。 三種川の由来は、大昔純国の高僧が川の源流で白髪のおじに出会い、その沖縄に高僧が川の名を尋ねると三種川と答えた物語に由来する。これは、某住山の演起を書いた某住山昔物語に記録されている。合併後の町役場は、旧八流町役場に設置されたが、交通、経済の中心は、旧古東家町の鹿渡市地区である。 古都岡地域の核は、鹿渡市、山本地域の核は、森竹、八流地域の核は、宇川と浜口の隣接した2地区になっており、それぞれに、旧役場や人口集積が見られる。主に、鹿渡市地区が交通と経済の核、森竹地区が観光の核、宇川、浜口地区が行政の核にほぼ色分けされている。純砕の生産は、国内生産量の、 約九十パーセントを占める日本一の産地である。生産の中心は旧山本町で九百八十六年度で約二百七十トンだった。生産量は町が添削作物として九百八十七年から三年かけて奨励事業を行ったことにより急速に増え、最盛期の九百九十一年度には約千二百六十トンに達した。しかし、その後は 減少傾向に転じており、2016年度は約440トンへ大きく落ち込んでいる。鎌谷浜海水浴場、ありがとうございます。